先月27日、北中米ワールドカップ W 杯アジア最終予選3次予選のグループ分けが発表された。日本代表はオーストラリア、サウジアラビア、バーレーン、中国、インドネシアとともにグループ C に組み込まれることとなった。ホームアウェー方式で行われる今回の予選。 3グループの上位2カ国には本大会出場権が与えられ、それぞれ3、4位はプレーオフに回るレギュレーションとなっている。FIFA ランクアジアトップに位置する日本は当然、グループ2位以内での出場権獲得が史上命題となる。その日本は9月5日、ホームでの中国戦が最終予選の初戦となる。出場国が48へ拡大し、アジアも最大8.5枠が与えられる中、 中国も2002年大会以来となる本大会出場を目指しており、国内メディアは史上2度目の W 杯出場へ、さらに日本との初戦へ向け、早くも強い意気込みを示しているようだ。中国ポータルサイト、ソーフは7月6日、日本チームの戦力などについて論じる特集記事を配信。その中で同メディアは、9月5日のゲームを、今予選でも注目すべき一騎打ちと位置づけている。 その上で、日本代表は、このグループ最強のチームとして、その精巧な技術と緻密な戦術システムで知られてきたと評する一方で、しかし意外なことに、前回のワールドカップではグループ2位と振るわなかった。オマーンとサウジアラビアにまさかの敗戦を喫し、ベトナムとは引き分けている、などと振り返り、日本が W 杯予選において、格下との対戦で不本意な結果を残している点に言及。 続けて、そこに中国代表チームが突破口を求め、逆転を達成するチャンスかもしれない。中国チームはこの心理的優位をつかみ、日本チームに意表をつく一撃を与え、自分たちの競争力と闘志を十分に発揮すべきだと主張する。さらに、日本の守備にも問題があると指摘しており、日本のディフェンスは以前ほど頑丈ではなくなっている。 特に長身のセンターフォワードを要するチームを前にすると、体格的な不利と対人能力の欠如はより明白になる、などと説いており、ウィークポイントとして挙げた守備を崩すため、中国の攻撃陣がゲームのポイントとなるものと見通している。2ヶ月後の初戦に向け、すでに中国国内メディアは、打倒、日本、への対策を並べている。毎回、さまざまなドラマが繰り広げられるアジア最終予選。 日本は今回も出場権獲得まで茨の道を歩むこと